時刻は夜10時を回りました。皆様こんばんは。秋元の子お休み前の本棚の時間です。この番組は朗読を広めたい女優秋元の子がジャズやトークを交えながら好きな作品を朗読する番組です。夜のひと時、ほっとしていただけたら嬉しいです。この番組は FM 技能案。 海の見える素敵なスタジオより10時30分まで放送いたします YouTube でもネット配信をしていますお休み前の本棚で検索すると音楽は入りませんがこれまでの放送を全部聞くことができますまた無料アプリのリスンラジオをダウンロードしていただくと全国どこからでも聞くことができます、えー、そしてですね ライブで私の朗読を聞いてみたいという方が、もしいらっしゃいましたら、えー、八王子、八王子ですよ、八王子の南大沢で、あの中田真由美さん主催の、音羽の森朗読と音楽のコンサートに、えー、今度出演させていただきます。12月1日13時30分開演です。 あの、お近くの方、もしよろしければお願いいたします。え、ここでメールが届いていますので、あの、読みたいと思います。青春さん、いつもありがとうございます。では、え、腸腰筋大好きなんて素敵な秋元様、ありがとうございます。こんにちは。お悩み、高齢の方に伝わる話し方のアドバイス、ありがとうございました。 大きな声は大きな円が広がるイメージではなくて小さな円で飛び出す、飛び出るイメージとてもわかりやすいです。そうなんです。声は見えると思うといいですよ。そして、ひそひそ話なのにはっきり聞こえるように伝える。そんな難しいことがと思いましたが、これもまた納得。耳が悪い方でも噂話、悪口はちゃんと聞こえるというのと似ているのかなと思いました。 家族が、えー、床に積んどくしている本を乗り越えているつもりで数冊足に引っ掛けて崩してしまうのは足が上がっていない腸腰筋が衰えているからですね。そうなんですよね。年を重ねていくと絨毯にさえもちょっとつまずくっていうのはやっぱりちょっと足が上がってないっていうことでしょうね。腸腰筋を鍛えましょう。歯磨き時に片足立ち。 実践しています。左側が弱点も分かったり。しなければならないことしたいことがたくさんです。今週の放送も楽しみに聞かせていた,いただきます。ありがとうございました。あの、ちょっとでもお役に立てたなら嬉しいです。またお便りあの皆さんからもお願いします。どんなことでもいいのでお便りください。今日のママフォトレッスン。 声の出し方や話し方など、秋元流の秘密をこっそり教えちゃいますえ。これまでに、あの、声を出すための筋肉、立ち方、姿勢についてお話ししてきました。下半身を安定させ、上半身はリラックスがいいですよ、と。ですが、実際に人前に立って声を出そうとすると、 緊張して固まってしまいがちですよね。間違えちゃいけない。うまく言わないとっていう気持ちが筋肉を固めてしまいます。何かしようと頭で企てると硬くなるんですね、体って。うまくとか間違えないようにとかではなくて、この楽しいことをぜひみんなと共有したい。 伝えてみんなと楽しみたいっていう純粋な気持ちで話すと、結果、体も表情も柔らかく、声も響きがいいので伝わりやすいです。ぜひこんな気持ちで、あのー、人前で話してみてください。 こうでなきゃならないと思うと、それで自分で自分を縛ってしまって、硬くなって、そうすると喉も閉めて、声があの裏返ったり、上ずったりしますね。息も浅くなってしまいます。それで、あの、こういうふうに覚えていただくといいですね。頭でこうしよう、ああしようと考えて言うと、聞き手の頭に行くんですね。頭から頭。でも、 頭じゃなくて、こう、心からね、愛を持ってというか、伝えたいなって、心から言ったこと、伝えたことは、聞き手の心に行きます。以上、今日のワンポイントレッスンでした。さて、あかりさん、あの、こちらはもう朝晩、ちょっと涼しく、涼しいというか、ちょっと寒いくらいになってるんですけど、 沖縄の秋ってどんなんですか。寒い。そうですね。なんか、あの、沖縄最近秋めいてきたような気もするんですけど。ただ、夏と秋を交互にやってる感じですかね。うん、なんか、すごく、この、先週の土曜日とかは。真夏日ってぐらい、この、暑くて、日差し強くて。海も、すごい綺麗でみたいな。七月みたいな天候だったんですけど。 うん、そう翌日はこのすごい大雨が降ったり、うん、この土砂降り、まあ、スコールですねそう沖縄スコールが多いのでそういったこうぐずついた秋っぽいジメっとした天気があったので、うんうん、なんかこういまいちこう定まってないというか揺れてる感じですね,あねあのこちらだと紅葉がねきれいにだんだんなってくるんですけど、うん、沖縄って紅葉ってあるんですか 沖縄はないですね。多分ないの？あ、そういう木が入木がない。ないない。あの枯れていくだけです。みんな。ええ。えじゃき黄色になったり赤になったりすごいそういうのはないですね。ただ秋口に咲くお花は結構あるので、そういった花見てあ秋だなって思います。うん。あのね食べ物はどうなんですか。こちらあのやっぱり松茸とか。 ス松茸の土瓶蒸しとか。うん、美味しそう。丹波とか、そういう秋の食べ物はどうですか、食べる。いや、あんまり、サンマぐらいしか。そうか。いや、だから、こう秋どうですかって聞かれる質問が一番難しいかも。柿は柿はなる?。柿なら、あ、なってるの見たことあります。ある?。でも、それ、なんか青くて食べれそうになかったです、全然。 ええ、じゃあ柿をもうそんな食べない。うん、食べないですね。あ、でも、そう、沖縄で取れないってだけで、スーパーには一応並んでます。うん、うん、うん。うん。ちなみに、秋元さんは秋で一番好きな。食べ物ありますか。うん、あのね、松茸にはあまり興味がないんですけど。やっぱり、あの。 もうちょっとすんじゃったね。ぶどうとかね、柿とかね、<ー>果物が好きなんで、いいですねうん、で昨日昨日か、栗ご飯も作りました。栗が好きだな、そうだな。栗は,栗はどうですか食べたことないです。えっ、はい、ならないんだ、栗、やっぱり。栗ならないし、なんか食べたこともないから。そうか、高い地方のもんじゃないんだね、全然、ね、そうそう全然わかんないですね。えー く栗ご飯作るのにねあの栗がね、うん、すごい殻が硬くて、うん、もう大変なんですよむくのにえそうなんだ、うん、そうで渋皮を取るのも大変で<ー>栗ご飯とサンマ酢で大根おろしで食べるっていうのは酢、うん、からおすますとかそんなのが秋のイメージですね、うん、なんかあ憧れます秋ないのでほぼへ、えーえー、そっか、うん、<laughs> じゃあうん 面白いね。やっぱり行ってみたい。ぜひ <laughs> ですよ。<laughs> お待ちしてます。はい。行きたいと思います。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> <laughs> それでは今夜の曲。<laughs> サラ・ボーンで Someone to Watch Over Me 誰かが私を見つめている。この曲はジョージ・ガーシュインの作曲で1926年、もう100年ぐらい前ですね、のミュージカルで OK の中の曲です、えー。そして朗読は先週に引き続き、萩原作美、死んだら何を書いてもいいわ。母、萩原陽子との186日、186日より後悔です。それではどうぞ。萩原作美、死んだら何を書いてもいいわ。母、 萩原陽子との186日より後悔考えてみると私は母親と同居している間中、怒ってばかり世話が大変だとか外出ができないとかが原因ではないそんなことは覚悟の上だった 旅行の計画はすべてキャンセルしたし、当分はうちの中での仕事に専念しようと決めていた。些細なことで急に強い腸になってしまう。病院のことや食事のこと、彼女の知り合いのこと、日常の所作。何でもかんでも起こるきっかけがあった。 どうしてそんなにイライラして母親を叱るのか、自分に母親を怒る資格があるのか、なんという息子なんだ。何度も何度も反省し、もっと優しく接しようと思った。それでもまた大声を出してしまう。母親は私の連れ合いに、なぜ、 サクちゃんはあんなに怒るのかしらねえ。と、嘆いていたらしい。ある時、急にその原因が分かった。私の母親に対する甘えなのである。自分の母親はこうあってほしい。こうあったはずだ。 怒りはそういう強い思い込みから出発しているのだ。目の前の老いた母親は自分の親じゃない。こんな弱い動けない親を私は認めない。そのことが起こっている原因なのである。わかってしまうと、なんだとがっかりした。急に起こる自分が子供に思えてきた。 自分はまだ甘えたい子供のままだったのだ。なんということだろうか。一体いつになったら大人になれるのだろうか。母親の死後分かったことなのだが、私が留守の時、連れ合いに、一緒に食べていいと聞いてから一階に来て、 一緒ののテーブルで食べたらしいのだ。私がいる時も何度か一緒に食事した。しかしその時私はついつい怒ったのだ。だから私がいない時にそっと下に来て一緒に食べたのだろう。母親にしてみれば生まれて初めての平和な家族というものの食事体験であったのだ。 母親は息子夫婦と一緒に食事しながら少し遠慮気味に小さな声で次に家族のことを書くと言ったのだ私が声を荒ら,らげなければ母親はきっと家族というものも案外温かいものだと思えたかもしれないのである私がいないとき 鍋料理を食べながら、と母親が連れ合いに紙切れを渡したという。それには、力ない弱々しい文字で、猫のイラストとともに、人生最良の日と書かれてあったという。その他にも、いくつか後悔していることがある。 そのことはこれからずっと心にりとして残っていくのだろう。仕方のないことだ。そう、居直るしかない。後悔先に立たずで、親孝行したいときには、である。親の介護という行為は、何をどうやってもうまくいったという、語る質のないものだと思う。 残念だけど、ああすればよかった、こうすればよかったと思い返すことだらけの行為なのだ。一つは駅の近くのメガネ屋さんに行った時のことだ。目が見えにくくなったので新しいメガネを作りたいと母親が言った。5月頃だった。 書くことの意欲は何とか消さずに保っていた。テーマは何がいいのかずいぶん悩んでいるようだった。最後の単行本となった、作太郎と小田巻の花を編集者に渡してしまった後である。虚脱状態と体が弱っていくのを自覚した後、どう立て直すかが問題だった。 もう一つ書けるうちに何とかトライしてみたいそう思っていたようだった梅ヶ丘駅近くのメガネ店まで腕で体を支えながらゆっくりと二人で歩いていった同居したての時は10メートルも進めなかった駅まで行けるとは本人も考えていなかったようなのだ 二人で歩けば何とかなると分かってからは、文房具店、ケーキ屋、雑貨屋、近所の病院へと行動範囲が広がっていった。メガネ屋に行って、どのあったメガネを作れば書き出せるかもしれない。本人も私もそう思った。ところが、 ペン内での見学がどうもうまくいかない。見えているのか見えていないのか、本人の反応がよくわからないのだ。レンズをいろいろと変えてみるのだけれど、どれもこれも曖昧に首を振るだけだった。もしかすると、目の病気にかかっていたか、 加齢による症状でクリアに物が見えなくなっていたのかもしれない。それでもなんとか終わって、一週間後に新しいメガネを受け取りに来る約束をして店を出た。決まった道筋の途中に食堂がある。学生がよく行くような安価な店だ。 母親は急に足を止めて、あそこで食べていかないと言った。よく晴れた日だった。外にずっと出ている自分をもう少し楽しみたい。狭い自分の部屋で一人で食べるよりも、食堂で見知らぬ他人と一緒に食べてみたいと思ったのだろうか。 私はその時とんでもないという感じですぐに断ってしまった二人でうろうろしたくなかった一刻も早く家に帰って母親を部屋に閉じ込めたかったのだそれと食べている途中で気分が悪くなって結局何も食べないで出ることになるそんなことも想像した この場面は何度思い返しても後悔だけである。なんであの時一緒に食堂に入ってあげなかったのだろう。自分の都合だけしか考えない白状な息子。めんどくさいということだけで邪険に拒絶したことがどうにもならない自責になってさいなむのである。まさか。 数ヶ月後に亡くなるなどとは思っても見なかったのだ。考えてみれば当たり前のことである。人は出会ったすべての人と必ず別れる。例外はない。死別、性別、一人として離別のない人はいないのだ。そんなごく当然のことが その時頭の隅に一瞬も浮かんでこなかったのである。全く愚かしい。安逸に流される日々だったのだ。私は、さようならという言葉が好きだ。もしかすると、日本語として一番好きかもしれない。 さようなら、さようである、ならば、別れるとき、そうであるなら仕方がない。この離別を受け入れよう。さようならという言葉の中には、そういう丁寧、定感が入っているから好きなのだ。グッドバイのように、神と共にではないのだ。 私が少しでも母親の気持ちを察していれば、どんなに忙しくても、めんどくさくても、願いをすべて受け入れてあげるべきだったのだ。食堂に入るなど、何回あったっていいではないか。<laughs> もう一つ、実行すればよかったと思うことがある。同居してすぐだった。 母親は、少し体が動くようになったら、先生に来てもらいたい、と言った。先生とは、ダンスの先生のことだ。その時、うちはまだどこも母親のものがあふれていて、歩くスペースもない時だった。私たち家族は、半地下のスタジオにすべての家具を、 ただ詰め込んで寝るスペースもないありさまだった。どこに稽古する場所があるというのだろう。私は毎日イライラしていて、冗談じゃないと返事をした。部屋がすべて片付いて、体が自力で立てるようになったならば先生を呼んでもいいと返事をした。 母親にすれば、まるで恋人に会うような楽しみがあったのだろう。立つことはできなかったけれど、柔軟体操は時々思い出したようにやっていた。生きがいの一つであったダンスを、まだ続けられる。そう確認したかったのだと思う。体は衰えても、気力を振り絞れば書くことも、ダンスもまたできる。 体の不自由さも乗り越えられる。母親はそのことを自身にはっきりとわからせたかったのだと思う。このことも結局実現されることもなく終わってしまったのだ。親不幸の中でもこの二つのことは最も愚行だったと思う。 好意がすべてなのである。親子の情愛とかそういうものはないのだ。好意があるだけなのである。親は子供ができて親になっていく。子供は親がいなくなって初めて子供を自覚するのである。 曲はサラボーンで、Someone to Watch Over Me。朗読は萩原咲美、死んだら何を書いてもいいわ。母、萩原洋子との186日より、後悔でした。今月は詩人の平田俊子さん、エ s とスの萩原咲美さんのお話をそれぞれ2週にわたって読ませていただきました。いかがだったでしょうか 来週はもう11月ですね。早いですね。来週からはまたちょっと考えたいと思います。何を読みましょうか？それでは番組の感想、またはジャズのリクエスト朗読で聞いてみたい。作品ありましたら797アットマーク fm 宜野湾ドットコムまでお願いします。 それでは番組に参加してくださった皆様ありがとうございました。お相手は秋元のりこでした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。